ヘリは、韓国の歌手、女優、タレント、女性アイドルグループ、ガールズデイのメンバー、軽気道甲州市出身、建国大学校芸術学部在学中、1994年、二人姉妹の長女として生まれる、2010年10月29日、アイドルグループガールズデイに途中加入しデビュー。2012年、SBS 週末ドラマ、おいしい人生で、女優デビューし、 資料深い四人姉妹の末っ子、ミヒョンを演じた。2014年、バラエティ番組、男の中の男で過酷な軍隊訓練を受ける、様子が放送されると、気策で愛嬌のある姿に人気を集めるようになる。2015年に、人気ドラマ、恋のスケッチから応答制九1988で、ヒロインドックソン役に抜擢されたのをきっかけに、女優業を本格化させ、 ドラマ、映画に主演し続ける。2019年、所属事務所との契約満了に伴い、ガールズレイのメンバーがそれぞれ他の事務所に移籍、ヘリも5月に新しく設立された事務所、クリエイティブグループ ING と契約を結び、それ以降グループ活動はしていない。同年6月に自身の YouTube チャンネルを開設し1年半で登録者数百万人を突破した。 裕福ではない家庭環境で育った自身の経験から余裕ができたら恵まれない方の役に立ちたいと常に思っていたとコメント式不活動を続けている。幼い頃に妹と共に祖母と三人で生活していたこともあり、2016年に高齢者支援事業に5000万ウォンを寄付した。同年、手具のサイモン市場が火災の被害に遭った際にも、 復興のために5000万ウォンを寄付している。2017年には出生登録がされていない、発展途上国の子供を支援する児童出生登録キャンペーンに参加し、タイを訪問。2018年クリスマスに、緑の傘子供財団を通じ韓国の児童患者の援助のために5000万ウォンを寄付。2019年7月には、韓国ユニセフ協会のオナーズクラブの会員に、 加わった。2020年10月、自身の YouTube チャンネルで5年間伸ばした長い髪の毛をカットし、小児がん患者のために寄付する動画をアップロードした。ありがとうございます。